どうも、エルカブキのエルウダです。はい、どうも、デロニア林です。ということでね、はい、さんま、宮迫をいじって激励、囲む会100人出席、あら、司会は蛍原ということで、あらららら、ね、よかったですね。よかったですよ ね。いや、なんかね、もう僕も割と最近なんかいろいろどうでもよくなってきて、はい、このニュース引用ツイートして、涙のアメトークってつぶやいてきましたけどね。ああ、そうですか。はい、それはそんなにいいねがいかないという、ね、ことなんですけれども、そのラインのね、大喜利人はたくさん全国にいるからね、気をつけなきゃダメですよ。まあ確かにね、そうですね、宮坂を個人事務所で受け入れることを表明しているタレント、明石家さんま64が発起人となり、みんなで一緒にオフホワイトからブラックに、そして白紙に戻った男を囲む会と題して、いいね、テレビ関係者や芸能関係者が招待された。なるほど、白紙。これなんでこんな面白いタイトルを浮かぶんですかね。なんですかね、白紙。さんまさん、作家さん、いやー、ね、誰が決めたのか分からない。すごいよね、契約書のこと。宮迫さんが考えてた場合には反省してねえだろって言われちゃうけどね。複数の関係者によると着席形式で約100人が出席ということ。これ1人1万取れば100万ですからね。100万だからね。そうですね、和気あいあいとした和やかな雰囲気だったという、司会は宮迫の相方蛍原徹（51）が務める。知ってました？いや、俺徹って名前知らなかった。違うよ、51歳よ蛍原さん51歳って知ってましたかって話よ。いや、でもそのぐらいの年なんじゃないの。いや、永遠の36歳って感じだけどね。まあ、51歳であんなキューティクルな髪の毛できんだ。まあまあ、だからすごいトリートメントしてんだね。すごいね。ウィッグかな。ウィッグだったらまたすごいよね。もうなんとも言えないな。蛍原徹（51）ですよ。うわー、なんかいい話ですね。いや、それだけで結婚式のようなオフホワイトのタキシードを着た宮迫、新郎ならぬ、心が苦労するのローで新郎と紹介。あ、はいはいはい、さんまさんが乾杯の温度を取ったが、乾杯ならぬ完全に負ける乾杯と言って笑いを取り明るく宮迫をいじったようだという。いいよね。いや、これはさ、一番見たいやつかもしれない。めちゃくちゃ見たいね。一番見たいやつだよね。俺が春の愛だったら言うからね、言うよねっていう。あ、はい、さんまさんに。なるほど、言います。俺だって春の愛じゃないんで言わないですけどね。そうだよね。今田耕司さん、東野耕司さん、藤原さん、スピードワゴンの小沢さんら芸人仲間も出席。はいはいはい、宮迫は蛍原とともに申し訳ございませんでしたと騒動を謝罪し、はい、出席者に向けてお礼のスピーチ。会が終わると出入り口に立ち、出席者一人一人と謝罪を込めたとみられる握手をした。会は都内有数の高級ホテルの宴会場を貸し切りにして開催。はい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 、はい、ね、ニューオータニだったんですかね。そういうね、トンチもね、あってもいいのかなって気がしますけど。だから会費2000円までできるらしいですからね。2000円まで安くできるっていうのが、ここはやっぱ1万でね、100人100万回ですけど、キューベいる、ね、ホテルのエントランスは多数の従業員が待ち構え、厳戒態勢が敷かれた。さんまは午後5時半頃に自ら運転する車で会場入りする際、窓を開けて報道陣に顔を見せると、入り口どこやねんとにやり、どこやねん入り口とにやりと、さんまらしいサービス精神を発揮した。いや、すごいですな。宮迫は現在も謹慎中で、子供食堂を開くなどボランティア活動をしている。はいはいはい、来年1月10日に東京渋谷のシアターコクーンで開幕するさんまの支援舞台、七転八倒戸塚塾で復帰すると見られていると。なるほど、いうことなんですけど、まあ舞台とかどんどん出たり ね、もうお金払って見る分にはいいんじゃないですか。テレビはまだ、それは裏を返したらテレビは早いって言ってるんですから。まあだからそれはスポンサーとの兼ね合いだからね。 あなたはどう思うんですか。俺は昔からお金を払う分だったら全然誰でもいいんじゃねえのって、はいはい、あなた自身はテレビで見たいんですか、宮迫さんを。俺もテレビ見てないからな。あ、でも宮迫さん出るってなったらつけちゃうでしょうね。あ、つけちゃうだろうね。録画しちゃうかもしれないですよね。つけちゃうかもしれないね。でもそういう軽率な発言やめてくださいね。それ不快に思う人もいますから。僕はそこは慎重にな構えを、いや、やめろよ、見せてほしいなと。なんかしつけえなと思ったんで、てめえ、てめえつけえ時乗んない方がいいなと思ってんで。しかも宮迫さん49歳だって。あ、知ってた、ホトちゃんが年上なんだ。それはびっくりだわ。俺それだったらびっくり。そうなんだ、ホトコラさんの上なんだ。ちなみにね、オフィス事務所っていうのがさんまさんの事務所なんですよね。はいはい、面白いじゃないですか、オフィス事務所。事務所、事務所ね。でそこに、テレ朝のアメトークにさんまさんが所属事務所社長として電撃出演することになった。はあ、関係者によると来月30日に放送予定の年末特番に MC として参加。ほう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 、すごいね。スポニチアネックスさんですけど、すごいね。100人だからすごい厳選された人たちだろうな。あ、これはアメトークの方ですけどね。アメトークか。はいはい、アメトークの司会 に、さんまさんが来月30日に特番として、あ、出るっていうこと。そう、それは事務所社長として。はいはいはい、はい、宮迫さんが、まあ、一部ほどによると吉本との話し合いをこう拒絶して、さんまさんの事務所預かりとして活動を再開する。はいはいはい、だから舞台とか、なるほどね、やっていくという、はい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 、話
しですね。へえ。さんまさんが入ることで、まあこのスポニチさんの見立てでは将来的にアメトークに戻れる場所を作ってあげたいというさんまさんの親心もあるのではと番組スタッフと。あれね、舞台は見たいね、宮迫さんの。本当？俺それ俺テレビよりも俺そっちの方見たいと思っちゃう。って言うけど絶対買っていかないじゃんお前。まあね。いや見たいって思うのと買っていくのはまた別だけど、見たいなと思う。見たいと思う。俺はね、それは見たいと思わないんだなと思うけどね。うん、あそう。うん。どんなん言うんだろうって思わない。思うけど、違う、それは見たいって思うっていう時はチケット買う人が言うやつだから、うん、ああそうなの、そうなのよ。あるじゃん、逆にライブとかさ、一回ライブ見てみたいですとか言って、はいはいはい、いや、嘘だろって思うじゃん、俺らに対して。あ、はいはいはい、そういうのってさ、すごい思うけどね、うん、あ、はいはいはい、うん、まあちょっとね、宮迫さんの見たいと言わせるだけすごいなと思ってなるほど、言わない場合もある、言わない場合あるじゃん。なるほど。もう圧倒的に人生として多いからね。あー、ね、だからデロリアン林としては、うん、のなかなか一歩進めない人生としては一歩踏んでるぞっていう階段をね。そう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 。なるほど。そしてね、イギリス人気ロックバンドが世界ツアー中止へ、うん、観客移動が環境に負荷ということで、うんうん、これね、コールドプレイが環境への負荷がかかることを理由に世界ツアーを行わないと発表した。はいはいはい。だからこれ飛行機に乗ることで大量の温室効果ガスが排出され、うん、環境への負荷が大きいとして行わないことを明らかにしました。マジで。その上で 1,2 年かけて持続可能で、うん、環境に有益な形のツアーのあり方を検討していくと。大丈夫なの。すごいよね。大丈夫なのそれ。コールドプレイは前回の世界ツアーで延べ540万人を動員していて、人気バンドとして問題意識を示した形です。へー、ね、なんでね、めちゃくちゃ人気あるからね、日本でもね。そうなんだ。そうだよ。今月25日にロンドンでチャリティーライブを開き、収益は全額、うん、環境団体に寄付することにしていますと。うわーすごい。ということでこれ思い出したのはね、うん、あのグレタ・トゥーンベリさんも、うん、太陽光発電の船でスペインに行ったっていう。ああ、はいはいはい。その飛行機は乗りませんよみたいな。であれでしょ、その船を前、うん、前回はあれでしょ、うん、その船を、うん、運転してたやつら、操縦してた人全員飛行機で帰ったんでしょ。え、そうなんだ。そうだ、行きはグレタちゃんを送って、なるほどなるほど。で、あとのやつらはその船はレンタルやったからポンって返して、うん、飛行機で帰ってったって。なるほどね。まあでも片道分のね、あの排気ガスがこう浮いたってことだから一緒に乗っていけよってね。まあでも雇われてた人たちだっていうね。まあグレタさんはね、また船で帰りますから。なるほどね。なんかちょいちょいな、うん、穴あるんだよな、この子。まあでもそれはいいんじゃない、全部はできないからね、やろうとしても。うん、がっちりリアルなこと言うと、うん、俺結構見てたんですよ、はいはい、ね、グレタちゃんで、はい、いろいろ見てたんだけど、うん、アメリカとやっぱりズゴーって言うのよ、うん、ね、でも中国には一言も言わないんだよ、ね、そっち言われると、なんでかと言ったら、このグレタちゃんの入っている環境団体 の,、うん、のトップが実はジェットリーが主催してたっていうことが分かります。飛行機に乗らないのにジェットリーだったんだ。ジェットリー。なるほどね。あ、すごいですね。すごいよ、ジェットリーがなんかね、昔ね、うん、保養地休みで行ったところで、はいはい、うん、なんかね、災害にあっちゃって、そこからなんか環境団体作る。あ、なるほどね。そうそうそう。副会長はジャンボ尾崎じゃなかったですか。なんで。いや、ジャンボ、ジェットで。ジャンボ。ええー。あ、なるほどね。で、そのね、トップ3、うん、あのナンバー3が穴井優子じゃなかったですか。穴が入っててね。穴井優子さん。誰。知らないですか。あ、誰。昔も綺麗なタレントといえば穴井優子さんですよ。あ、わかんない。そうですか。顔出てこないね。ねえ、いや絶対調べたらわかりますよ。わかる。デロリアン林がもうテレビすごい見てた時の多分タレントさんですね。あ、そうだね。ねえ、俺ね、あれ見ないね、最後のあの出演者のやつ見ないわ。あ、テロップとかね。だからね、はいはい、本当にこういう人いるっていうような感じで見てたと思う。あー、あの顔だけ。映画とかドラマとか全部違った。穴井優子はバラエティとか出てたよ。あ、そうなの。うん、そうそう、まあ、絶対知ってますよ。わかんない。そしてね、フットボール岩尾さんが、うん、沢尻容疑者の尿検査、陰性に、うん、鑑定する人が沢尻の尿ということで緊張したんちゃう。いやいや、ネット民レベル低すぎなどの声ということなんですけど。いや、ちょっとね、2割3割ぐらい似てるんでやめてほしいね。はい、あのね、いや、うまいでしょ。2割3割はね、後藤さんもね、言いますよ、うん、遅いね。このツッコミ M1 グランプリ2003か2003ですかね。2002ですね。2001です。M1 グランプリ2001、早口言葉を岩尾さんに対して、生麦、生米、生卵、遅い。皆さん見てください、好きすぎて漫才のネタにもなってます、我々も。ねえ。まあね、うん、まんまやってるからな。まんま、でもね、これまんまやって、うん、そんなやつ今までいたのか、漫才の内容そのまま漫才で表現して笑いにできたやつ。まあまあそうだね。そういうことを言ってるんですよ。だから、うん、トータルテンボスさんの本日のハイライトみたいな。ああ。お笑い界のハイライト。ああ、なるほどね。まああれは自分のネタをいじってるけども。うん、そうそうそう、ね、お笑い界のハイライトをやるっていう。もう一回見出し読みますね。フットボール岩さん、沢尻容疑者の尿検査陰性に、
鑑定する人が沢尻の尿ということで緊張したんちゃうにネット民レベル低すぎなどの声ということで、いい調子乗ってんじゃないの。これはね、なんだこれね、芸人がニュースにコメントするんですから、うん、こういうこと言いますよっていう話です。 あのいやそれはいいんじゃないの、俺これはいいこと言ってると思うよ、ね、いいこと言ってるというか、まあその不謹慎なことを言うことがね、あの、うん、我々の仕事なんですってね、パペポで上岡龍太郎さん言ってますから見てくださいあとさっき言わせたけど、そのグレタ・トゥンベリさんがね飛行機で移動しなかった、うん、コールドプレイも飛行機の2度もね拒否してると、はい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 、善次郎さんに対してお前らね、うん、なんか言いたいのかっていうこと、はいはいはい、そのアメリカンスタンダップコメディ世界中回ってやってね、やってね、飛行機乗ってる、でもクルージングって言ってた、爆笑問題さんラジオでそういえば僕クルージングの仕事やったんですよって言ってたわ。環境はその時の仕事の先がクルージングだったっていうだけでしょ。いやだってあの、うん、ゲスト一番だったら新宿ロフトプラスも確か歩きできてたもん。ああそうだそうそうできてた。だってスタンダップですから、うん、そういうなんつーの、うん、政権のさ矛盾とかついてくわけじゃん、うん、それ環境配慮してますよねああそうなんだ、そうじゃないですか。気づいた、お前、うん、俺が今間違ってた。何、善次郎さんがその飛行機乗ってるっていうのをいじろうとしたけど、ああクルージングでした。クルージングでしたからね、ああ残念でしたね。クルージングの仕事の時にサンジャポで太田が善次郎って呼び捨てしてるの見たんですよ。またね、悪いことでね、友達が太田が、友達が善ちゃんなんか爆笑問題が悪口言うてるでって、うん、クルージングの時に見たんですよいやいいよ、何回もやなくてもいい、ね、え、何マレーシアで何、うん、やってんのサンジャポって田中さんが言ったら、うん、いや動画送られてきたんですよ動画送られちゃったんだよ、ね、うんうん、すごいよね。いやすごいですよ、あのラジオの中で何回違法でテレビ見たことないまあ、いいのか、動画送ってくる分にはいいのか、ツイッターとかで拡散したらあれだけど、拡散したらあれだけど、まあ自分のことだし、録画して見る分にはいいのか、ね、共有はいいんじゃないですか、共有は OK、 うーんねー、ニュース番組だから一応まあいいだろう。そうね、報道バラエティですよ、うん、まあそんなとこですかね。なるほど、ハッシュタグエルラジで検索したんです。最近やったらここでねステッカープレゼントしますって言ってるんですけども、うん、前に居酒屋に嘘の予約団体を入れてドタキャンしたっていうニュースを扱って、で僕らのライブ、単独ライブ、ライブポケットというのでまあ今扱ってます、12月13日これに予約したけど来ないってしちゃえば俺らに嫌がらせできるよって言った会に対して、うん、ライブポケットは、うん、先に入金する制度なのでそれはできませんっていうのだけがハッシュタグルラジでつぶやいてくれてました。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。思い込みで言っちゃダメってことだな。これまた、ね、我々矛盾を指摘したので、うん、ステッカー剥奪ですねなんでだよ、やばいな、差し上げませんうわもう統制わやべえ統制入った、ね、我々変更報道で売りやってますんで、そうなのよ、完全なる変更報道で、やってますんで、ね、我々が過去に出したライブシーンの俺らの先輩とかディスってきた先輩、あれは全員我々より面白くないということを変更報道でやってます変更報道じゃないか、それが正しいね、いいものの見方ではあると思いますけど、中立でやってます。逃げ道塞ぐな、ね、完全に中立報道でやってますんで、はい、よろしければ、はい、ハッシュタグエルラジでね、バリ雑言の方は、はい、お願いしますね。もうちょっとなんか文句ない、もっといいと思うんだけどな、死ねとかストレートすぎて面白いんで、ストレートすぎて面白いな、ステッカープレゼント、あのネット用にも何にもならないぐらいのやつ、死ねバカ、うん、やめろ早くやめちまえ、やめちまえお前面白くないと、はい、生卵をぶつけるかのようなやつがいいですね、ちょっと久々に見たいですね、見たいですね、そのとこですかね、はい、といったところで、また明日お聞きなさってください、お願いします。